ハロー YouTube、どうもマサルです先日からこちらこちらに用意していますのはキャノンの EOSR7 となりますがこの APS-C センサーを搭載したモデルのエントリー機にあたります EOSR50 そちらが発売されましたただしマサルは購入していません なぜかというと EOS R50 買わない方がいい理由というのがたくさんあるため今回は購入を見送りましたそこで今回はなぜマサルが EOS R50 を買わなかったのかすでに所有しているキヤノンのカメラ EOS R7 とかあるいはちょっとメーカーは違いますがこちら実はまだ開封動画も編集が終わっていませんがオリンパスの最新モデル OM5 このモデルもマサルは購入しています。こういった既に購入しているカメラと比較しながら、なぜ今回マサルは EOS R50 買わなかったのか、どんな欠点があるため買わなかったのか、そういった詳細につきましてご紹介したいと思います。これから EOS R50 購入しようかどうか検討している方、ぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。では早速ご紹介していきます。 まずは何度言ってもこちら EOS R50 このシリーズはキャノンの APS-C センサーを搭載したモデルとなりますが APS-C 用のレンズのラインナップがとても少ないというところが購入を見送った理由の一つです現在レンズのラインナップどうなっているのかご紹介していきますと この APS-C モデルに搭載できるレンズというのは、いわゆる RF レンズとなりますが、その中でも APS-C センサー専用のコンパクトなレンズと言いますと、RF-S シリーズということになります。現在、ラインナップされている RF-S シリーズのレンズというのは、実はこの3つしかありません。 つい先日追加された RFS55mm210mm、mm、という望遠ズームレンズこちらも追加されラインナップは3つに増えたもののそれでも 18mm45mm18mm150mm そして 55mm210mm、mm、この3つしか存在しないため例えば何か高画質で写真を撮るというだけではなく背景をぼかした 作品撮りをしたいというような場合その場合におきましては単焦点レンズが必ず必要になりますがこの RFS レンズには1本も単焦点のラインナップがありませんもちろんこの解決策としましてはフルサイズセンサーを搭載したモデルそういったモデルにも対応しているもう S がつかないシリーズ RF レンズ このレンズの中から単焦点レンズを購入すればいいということにはなりますがそもそもこの RF レンズフルサイズセンサー用に設計されたレンズでどれも価格が高いのが欠点です。なんといっても今回の EOSR50 というのはコンパクトではありますがもう一つ特徴として価格が安いというところが魅力でもあります。 その価格が安いモデルに高価な RF レンズを取り付けて使うというのはかなりバランスも悪くなってしまいますのでもうそう考えますと普通にフルサイズのカメラを買った方がいいそういうことにもなってしまいます今後 RFS レンズどんどんラインナップ追加されてくるとは思いますが現時点では対応しているレンズがこれだけしかないということで、まあ、本当に写真を楽しみたい方 そういう方にとっては、とてもものさえないラインナップとなっていて、ここも今回 EOS R50、購入を見送った理由の一つとなっています。あとは、純粋にこの EOS R50、スペックの低さから購入を見送りました。何がスペックが低いのかと言いますと、こちら、スペック表を見ていただくともよくわかるかと思います。 特にこの EOS R50 を購入しようと思っている方は、カメラ初心者の方が多いかと思いますので、スペック表のどこを見たらいいのかわからないという方も多いかと思いますので、今回マサルが重視したポイントをご紹介していきます。まずは以前の動画でもお伝えしましたが、この EOS R50、ボディ内テブル補正が搭載されていません。ですので、回避策としては、 レンズの方に手ブり補正が内蔵されているレンズを選ぶとかあるいはシャッタースピードを上げるとかあるいはもう三脚を使って撮影するとかそういうことが解決策として挙げられますがなんといってもこのモデルはお手軽なのが特徴のモデルといいますユーザーインターフェースにつきましても一つ一つそのモードの機能の説明が出てきたり とにかくカメラに慣れていない初心者向けのモデルでもありますので気軽に撮影を行う上では必ずと言っていいほどこのボディ内手ぶブレ補正は搭載されておくべきなんですがこのモデルは非搭載となっていますまたカメラに不慣れな方の場合はよくセンサーにゴミをつけてしまうことがあります レンズ交換で手間取ってしまったりしますとどうしてもゴミが入ったりするんですがその時に必要なセンサーのクリーニング機能実はその機能につきましてもこちらはありません例えば冒頭ご紹介したキヤノンのカメラ EOS R7 の場合ですとこのセンサーをクリーニングする機能が搭載されています、まあ、センサークリーニングというのは超音波でこのセンサーを振動させて えー、このセンサーに付着したホコリをのぞく,除くという機能になりますがその機能があ今回の EOSR50 には非搭載となっていますですのでレンズを交換しなければいけないシーンにおきましてもかなり慎重にやらなければホコリが付着してしまいますあとはバッテリー容量が小さいというところも今回栄光にを見送った理由の一つです まあ、これはどうしてもボディサイズが小さいため仕方ないといえば仕方ないんですが、こちら LPE17 このバッテリーを使用します。このバッテリー撮影枚数としましては、こちら使用上は320枚という枚数が記載されています。ちなみにマスルが持っています EOS R7 の方はどうなのかと言いますと、LPE6 というバッテリーを使います。 この LPE6 というのはキャノンのフルサイズにもカメラにも採用されているバッテリーで容量がとても大きく実際こちらに書かれている撮影枚数としましては380枚あれさっきの EOS R50 とそんなに枚数変わらないじゃないかと思うかもしれませんが実際体感できる撮影枚数としましては1.5倍から倍ぐらいの差ありますので かななりバッテリーがこの EOS R50 は持たないそういう感じで受け取っておくといいかと思いますこういった仕様上の特徴などもあり今回 EOSR50 購入を見送りましたですのでこのホワイトカラーが用意されているというところあなおカラーはホワイトだけでなくブラックもありますブラックモデルはこちらこんな感じで 女性受けしそうなホワイトモデルのほかブラックモデルも用意されていますので、えー、こういった特にホワイトが選べるというところから、あこのモデルを購入しようと思っている方も中にはいるかと思いますが、実はスペックの面では初心者向けではないところがただありますので、マッソル的にも少しこのモデル、サブ機として持つにもスペック的に物足りないと感じて、今回は購入を見送りました。 もしこれから EOS R50 購入しようと思っている方そういう方は今ご紹介しているような点レンズのラインナップが少ないとかセンサークリーニング機能がないとかバッテリーが小さいとかそういった欠点がありますのでその辺をよく考慮した上で購入すべきかどうか検討するのがいいかと思いますなおここまでの話だとこの EOS R50 悪いところばかりじゃないかと思うかもしれませんが実はそうではなくて いいところもたくさんありますので、まあ、もし今回ご紹介した欠点、気にならないという方がいましたら、あこれからどういったところがいいところなのか、その辺につきましてもお話ししますので、えー、全体的に見て、自分が買えるべきモデルなのかどうか検討してみるのがいいかと思います。では、このモデル、何がいいのかと言いますと、まずは軽いというところです。今、キャノンのカメラ、どれが売れ筋かと言いますと、こちら。 EOS R6 Mark II、これが一番の売れ筋モデルとなっています。この売れ筋モデル、重さはいくらなのかと言いますと、こちら、670g となっています。まあ、これがある意味今の普通のカメラの重さとなりますが、今回発売されました EOS R50 はどうなのかと言いますと、こちら、3 7 6グラムと半分近い重さとなっています。 ですので、キャノンのカメラの中では、銀行機種の中では最も軽いモデル、他社のカメラと比較してもとても軽いモデルということで、えー、携帯しやすいカメラという意味でも、普段持ち歩きたいという方によっては、この重さがとても大きなメリットとなってきます。なお、冒頭最近購入したとご紹介した OM5。オリンパスの OM5 の方はどうなのかと言いますと、OM5 の重さはこちら。 366g ということで、キヤノンの EOS R50、もう一度見ていきますと、375g。マソルが持っている OM ファイバー 366g ということで、まだこれよりもさらに軽いということになります。あれさ、もっと軽いモデル、他社で言いますと、ありはするんですが、 APS-C センサーを搭載したモデルとしては最軽量クラスの重さとなっていますのでそういう意味ではとても軽く携帯しやすいモデルといいます。あと今回スペックにつきましてはテーブル補正がないとかいろいろネガティブなことをご紹介しましたが実は撮影の面におきましてはスペック的には十分すぎるほどの高性能なモデルでもあります。 なんといっても、キャノンのデジック x が採用されておる。これは、まあ、いわゆる画像処理エンジンのことですが、オートフォーカスの性能なども、エントリー機の中ではとても高い性能を持っています。現に、海外の有名なあブログの方でレビューされた内容、どうだったのか。そちらをご紹介しますと、まず、連写性能。電子シャッターではあー、秒間15コマの連写が可能となっていて、このクラス、 この重さのカメラではダントツで高速なあ連続撮影が可能なモデルとなっています。あと動画につきましてまだご紹介していませんでしたが動画もちゃんと撮れるカメラとなっています。動画性能はどうだったのかスペックの方をご紹介していきますとこちら MPEG4 での記録が可能。なおマスルが購入しています OM5 は MOV 形式ですので、ちょっと動画編集ソフトによっては、特にスマホ系の動画編集ソフトでは、MOV に対応していなかったりということがありますので、どんな環境、パソコンであれ、スマホであれ、動画編集できるという意味では、この MPEG4 に対応しているモデル、とても動画の扱いが簡単で、編集もしやすい形式となっています。そして、肝心の動画記録サイズ、こちらは 4K。 30p での撮影が可能となりますしかもこの 4K は厳密に言いますと 6K で一度撮影したものを 4K に置き換えているいわゆるオーバーサンプリングでの 4K になりますので実は動画撮影の性能とても高いモデルとなっていますですのでもう三脚に固定して動画撮影機として使うそういう用途においては意外と性能を発揮できるモデルとなっています まあそもそも動画撮影中はボタン操作などもほとんどしませんのでボタンが少ない電子ダイヤル系も少ないモデルではありますが三脚に固定したままロッカーボタンを押すだけそういう用途においては意外と価格も安く使いやすいモデルとなっていますあとはあこちら意外と動画撮影におきまして性能が高いのがオートフォーカスの性能です 通常動画撮影におきましてはオートフォーカスコントラストオートフォーカスが使われるということも多いんですが実はこのモデルエントリー機でありながら動画撮影時におきましても異想差オートフォーカスが使われますですのでオートフォーカスの性能もとても高くこの異想差オートフォーカスというのは先日発表されたモデルで言いますと パナソニックの新型カメラにも初採用となったということが話題になりましたが特にオートフォーカスの中でもリソースオートフォーカスがあるかないかでフォーカスの聞き具合が全然変わってきますのでエントリー機でありながらリソースオートフォーカスに対応というところはとても大きな魅力でいます新しいボディ内手ブり補正が搭載されていないということがありますので 歩きながら何か撮影するというシーンにおきましては少し苦手なところはありますのであくまで動画撮影の性能を発揮できるのは三極に固定した状態そういった条件は必要となりますがそういう条件であればとても快適に動画撮影ができるモデルとなっています、まあ、手ブレ補正の回避策としましてはこちら電子的な手ブレ補正を有効にすることができますので撮影中タッチ画面から このように手ブレをオンにしますと画角はこのようにクロップされてしまうものの手ブレを抑えることができますですのでどうしても手持ちで歩きながら撮影したいという場合はクロップされてしまいますがこういった機能を使うといいかと思います残念ながらこの RFS レンズとしては超広角レンズなどが用意されていませんのでどうしても 風景も映しながら人物も写したいという場合はかなり引いた状態で撮影が必要となってしまうというところも一つ欠点ではありますその他実際に使われた方のレビューとしましてはこの辺の操作系のボタンの少なさジョイスティックもなければこちらにダイヤルもないあここに見えてる小さなダイヤルというのは あこのモードダイヤルですのでこれで何かパラメータを変更したりというのはできず基本的に何か F 値とかあ絞りとかそういったものを調整したければこちらこの前側シャッターボタンの後ろについているこのダイヤル1つで操作しなければいけない、えー、というところがありますただしこちらは、まあ、それ的には、まあ、このクラスのモデルとしては仕方ない仕様と思いますので まあ、このダイヤル一つだけでも特に問題はないかもしれません。まあ、それが今、よく使っています、オリンパス。まあ、今では、OM システムという言い方の方が新しいですが、そちらの OM5 につきましては、エントリー機でありながら、前側にも後ろ側にもダイヤルが用意されていますので、操作は確かに二つあった方が快適ではありますが、まあ、どちらかと言いますと、エントリー機ではダイヤルは一つしかない、あるいは一つもないということが多いので、 そういう点ではこれはまさる個人的な欠点とは思いませんあとはまあちょっと使いにくいのはこのバッテリーの部分に SD カードもバッテリーも入れるということで三脚に固定した状態でのカードの交換はできないバッテリーの交換はできないというところここも一つ欠点かもしれませんただしあくまでもこのモデルは軽いのが特徴でもありますので三脚なども持ち歩かず本体だけで何かを撮影する そういうカメラと思った方がいいかもしれません。ですので、ね、まあテーブル補正がついていないのがとにかく残念ではありますがあ、意外と高性能の部分、オートフォーカスの性能、それから動画撮影の性能、そういった価格の割に高性能なところもたくさんありますので、欠点もいくつかありますが、いいところもたくさんあるカメラということで、まあその辺を全体的に踏まえた上で、 購入すべきななののかかどうなのかこれから軸くと考えるのかいいかと思いますまもなくお花見のシーズンになったりあるいは入学式のシーズンになるなどいろいろとイベントも多いシーズンとなります入学式などそういったシーンにおきましては割とこの RFS レンズこれでも十分撮影できるかと思います コンパクトに運用したければ 18mm45mm、mm、キヤノンのカメラの場合 APS-C の場合は1.6倍と計算しますので実際はどちらかと言いますとこの 18mm45mm、mm、というのは標準域をカバーするレンズ標準域から望遠域をカバーするこの2つのレンズとこういったただ単に、まあ、その時の記念撮影程度であればこのレンズでも十分使えますので 入学式そのために購入するというのもありかと思います運動会のまあこの RF55mm210mm、mm、のレンズであれば望遠域 220mm これが1.6倍になりますので 35mm 換算で言いますと 352mm までカバーできるレンズとなります まあこれでもまだまだ足りないといえば足りないんですが何といってもこのレンズは重さが軽いためボディ自体も軽い EOS r 5 0と組み合わせてコンパクトに軽量に運用することもできますのでそういうシーンにおきましては意外とそういったシーンで使いやすいモデルとも言えますただしいお花見シーズンということで桜をなるべくきれいに撮りたい 効果的に撮りたいという場合におきましてはやはりこれらレンズでは少しスペック不足というところもありますので高価な RF レンズの方を買わなければいけないそういうことにもなってきますその時にボディで10万円程度の EOS R50 とレンズだけで30万円もするような RF レンズを組み合わせて使うというのはさすがにバランスが悪すぎますのでそういう場合はまあ普通に フルサイズの EOS R6 Mark II を購入するとかそういう何かもっと別の選択肢そういったところを考えた方がいいのかもしれませんとにかく残念なのはまだまだ r f、S、レンズラインナップが少なかったりあるいは今回の EOS R50 スペック的に物足りないところがいくつかあるというところなどが どうしてもエントリーキーですので残念といえば残念ではありますがレンズにつきましては今後ラインナップが増えてくるかと思いますので今後レンズのラインナップが増えるということを前提で今のうちに購入しておくそういうのでもいいかもしれませんまだまだこの EOS R50 につきましてはいろいろと使った結果どうだったのかその辺の情報はこれからどんどんこちらのチャンネルの方でご紹介していこうと思いますので これからカメラの購入を検討している方、ぜひ今後、このチャンネルでご紹介する動画、参考にしていただければと思います。なお、もう早速、この EOSR50 を買おうと思っている方は、販売ページのリンクも動画の概要欄の方に貼っておきますので、最新の価格など気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。